ターかけても、かけるのはいいですけど、はい。そろそろ動画始めてもいいですか？あー、すいません。ちょっと夢中になってました。ということで、今日はちょっと座り位置が違いますけど。そうですね、いつもと。はい。ちょっとあまりにですね、かっこよくて面白いアイテムがあったので、はい、ちょっと夢中になって遊んじゃいました。失礼しました。はい。ということで、はい、以前、はい、水野くんが、ジャスト水野くんが、紹介した、はい、ビートミックス。はい、リループのビートミックスですね。大反響ということで。はい。はい、これの、セールは今やっているということなんですよね。そうですね、はい。はい。で、それをちょっと改めてですね、はい、もうすでに始まってるセールなんですけど、はい。はい、あまりにも大反響で、はい、あまりにもお得なので、はい、今一度紹介しようかなということなんですね。はいはい。で、まあ、おさらいなんですけど、はい、このビートミックスという機材は、はい、一言で言うと、どんな機材でしょうか？そうですね。はい、リループというメーカーが、まあ、ヨーロッパですごい人気の DJ 機材のメーカーさんなんですけど、はい、それがついに日本に上陸してきた。で、台風です。あ、台風だ。台風みたいな。他社です。他社他社っていう。はい。はい、もう台風の目っていうね。はい、うん、で、まあ、このコントローラー、リループからいろいろコントローラー出てるんですけど、うん、このビートミックスに関しては、うん、まあ、一番エントリーモデル、初歩モデルって言って、まあ、リループの、コントローラーの中で一番お買い得な商品になってます。うん、で、まあ、こう見てもらうと分かるんですけど、うん、本当に、色とか白、赤とか。つまみですね。つまみが、うん、はい、色分けされていて、視覚的にもすごく どのボタンを押せばどういう機能になっているのかというのもすごい分かりやすく作られていますし、はい、もちろんその人間工学に基づいて商品が作られているので、うん、プラッターのこの大きさだったりとか、やっぱりすごく大きめにできていたり、この薄くなっているところとか、うん、非常に触りやすくできている商品です。なるほど。はい、で、そう、結構ちっちゃい割には、はい、このフラッターが大きいのが好評なんですよね。そうですよね。うん、あと、この質感ね、フラッター、はい、これもなんか、なんていうんですか、こう、いい感じのキッチンを思わせるよくIH 系な IH 系、IH 系なんですよね。はい、で、よくその掃除された、はい、その洋食屋さんのキッチンのような感じです。あ、ここ絶対美味しいなって、あの掃除もきちんとやってるからみたいな、はい、そういう感じのプラッターなんですよだからこれは素晴らしいと、はい、うん、で、ま、こう本当にここだけの話ですよここだけの話、はい、もうこれでいいよね。正直そうですね、僕も、うん、これで以前動画紹介した時に、うん、自分で DJ ミックス上げやった動画があるんで、うん、触って結構触ってはいるんですけど、うん、まあ本当に何ていうんですかね、エントリーモデルだからといって舐めてもらうような商品ではないですね。間違いない、はい、うん、いろいろできますし、うん、使いこなせば本当に何ていうんですかね、まあそうですね、まあ、普通クラブとかで回されてる方よりももっと複雑なことも全然できるんじゃないのかなみたいな。そうなんですよ、実は、はい、はい、ビーチパーティーからね、はい、もうバーベキューから、はい、もうクラブでも回せるし、はい、お家でももう楽しんでもらえると、はい、はい、いうことで、まあ、あんまりですね、おたれこ的には、はい、あんま言いたくないんだけど、はい、まあいいよね、これで。っていうぐらい。もうちょっとここまでしかちょっと言わないですけど、はい、っていうぐらい、まあ僕らもそれなりにその昔から DJ をやってきてて、はい、ターンテーブルから CDJ からね、はい、はい、レコードの時代からですからね。そうですね、はい。古くは糸電話とかを使ってやったことはなかったですけど、はい。そういう感じで、はい、やってきたわけなんですが、はい、その僕らからしても、はい、だいぶこれはいいだろうと。そうですね。いいことですよね。ついにここまで来たかって感じは
否めないですね。否めないですね、本当に。はい、うん。ということなんです。で、はい、で、これお値段が、またもう、ちょっと、洋介さんにもしょっぱい顔になっちゃってますけど、お値段が、お値段が、安いんですよね。そうですね。で、はい、ちょっと魚じゃないですけど、魚みたいなの変動するので、寿司屋さんじゃないですけど、時価的な。はい。なんですけど、現行でですよ。現行で、あえて言いますけど、2万5千円切ってますから。2万5千円切ってるんですよ。DJ 機材で。で、ソフトも込みです。パソコンは混んでないですよ、皆さん。パソコンは混んでないけど、ソフト、バーチャル DJ という、はい。はい、もう、21世紀の大発明、とは言わないけど、はい、十分 DJ できる バーチャル DJ、iTunes も読み込めます。はい。はい、iTunes 曲入ってたら、それで DJ できるから。で、それのソフトも込みで、これもついて、2万5千円切ってると、はい。そうなんですね。いうことなんですけど、はい、さらにあの太っ腹なリループさん、はい、はい、ディリゲントさんが粋な計らいをしていただいたということです。これです。はい。来ましたね。これリループの RHP5 っていうヘッドホンなんですけど、これ一応6000円ぐらいする。はい。はい。まあまあいいというか、もう十分なヘッドホン。そうですね。はい。はい、これがなんと無料でついてくるということです。はい。よ、はい。これですね。太っ腹ですね、これは。はい。はい、まあシンプルかつまあおしゃれなリループのロゴとかも結構かっこいいので。そうですね。はい。はい。で、あと口径が大きくない。これ最近の流行りなんですけど、口径が大きくないので、まあ大体どうだろう、直径で7、8センチぐらいかな。はい。うん。なんですけど、口径が大きくないから街使いも OK、 あと女の子とかお子さんとかも OK な感じなんですね、はい、で早速これの今日は、はい、水野君音を聞いてみようかなと思いまして、はい、ちょっとご開陳いただいていいですか。はい、厳粛に、はい、開封の儀を開封の儀で、はい、取り行いたいと思います。はい、よろしくお願いします。